皆さんこんにちは、ミュージシャン国教会の洋平です、今回はですね、秋吉堂の入り口紹介っていうのをやらせていただけたらというふうに思っております。秋吉堂の入り口って実は3箇所ございまして、その3箇所どこから入ったらいいのっていうですね、ご質問を教会の観光案内所の方でします。ですので、その各入り口のなんかいいところというか、そういったところをですね、皆さんにご紹介させてもらえたらと思うので、この動画を見てぜひ秋吉堂どこから入ろうかなっていうのを決めてみてください。はい、ではよろしくお願いします。秋吉堂の正面口の方にやってまいりました。早速なんですけど、ちょっと行き方を紹介したいんですが、ではですね、秋吉堂のこの正面口の行き方なんですが、こちらにですね、秋吉台観光交流センターというところがあるんですけれども、そこから商店街の入り口がございまして、そこを入ってまっすぐ行くとですね、この正面口にやってこれるということでございます。ちょっとこちらの行き方っていうのがなかなかわからないっていう声もよくいただくので、そちらの方は別途また次の動画でご紹介したいと思っております。でですね、ここの秋吉堂正面口から入る、メリットなんですが、メリットとしてはですね、一番そのどの入り口から入るよりも感動した景色を味わえるっていうところが一番大きなメリットかなと思います。ですので、最初にですね、秋吉堂初めて来たよって言われる方はぜひこの正面口の入り口から入っていただきたいなと思うんですけれども、秋吉堂の入り口に入るところがですね、最高のあのインスタ映えをするスポットの一つにもなっておりますので、ぜひその光景を見た上で秋吉堂の入り口に入っていただきたいなというふうに思っております。はい、では皆さん、秋吉堂のですね、エレベーター口にやってまいりました。こちらの入り口のメリットをお伝えしたいなと思うのは、やっぱりですね、秋吉堂に来たら秋吉台にも皆さんやっぱ行くんですよ。でそうなった時に、ここの入り口を利用していただくと、こっちちょっと来てください。こっちのですね、この道あるんですけど、この道をまっすぐ、5分ぐらい、5分から10分ぐらい歩くと秋吉台の展望台に行けます。はい、あそこ書いてるんですけど、っていうところが一番のメリットですかね。やっぱり最初にもお話ししましたけど、まあ、大体秋吉台も絶対皆さん行くんですよ。そうなった時に、車の移動で秋吉堂の、例えば向こうからこっちに上がって秋吉台の方に行くって、ちょっと移動がね短いんですけど、あったりするんですけど、ここからならもう秋吉堂も入れるし、秋吉台もそのまま行けちゃうし、で車乗って帰ることができるみたいなっていうところが大きなメリットかな。でここへの行き方をお伝えしておきましょう。こちら見えますかね。ですね、だいたい先ほどご説明した正面口っていうのがここになるんですよ、入り口が。でこの正面口の入り口からですね、まっすぐこれ、この広谷っていう交差点がここにあるんですけど、広谷の交差点に進んできてもらって、ここを左折します。でそのままですね、まっすぐずっと行くと大きい十字路が出てくるので、そこを右折していただいて、まっすぐ行くとエレベーター口が見えてくるっていう感じですね。はい、なので皆さん、もし秋吉台と秋吉堂両方もうそのまま行けちゃう方が楽だっていう方は、ここからおすすめするかなというところです。はい、以上です。はい、皆さん、ではここがですね、3つ目の入り口になるんですけれども、秋吉堂黒谷口でございます。はい、では黒谷口の行き方なんですが、
黒谷口の行き方はですね、先ほどご説明したエレベーター口のところの十字路を、左折ですね、左に曲がっていただいてまっすぐ行くと、黒谷の方に来ることっていうのができます。はいはい、ということで、黒谷口から入る一番大きなメリットっていうのは楽というところですかね。秋吉道っていうのが正面口から黒谷口までの一本道になってるんですけれども、この正面口から黒谷口までの高さっていうのが40メートルあるんですよ。で、正面口からですね、とことこ歩いていって登っていくっていう形になるので、黒谷口から入ると逆に下っていくっていうことなんですよね。なので非常に、楽なので、結構お年を召された方とかはやっぱその体力的なことを考えて黒谷口から下っていくコースを選ばれる方は多いかなと思います。ただですね、高さが40メートルあるんですけれども、長さとしてだいたい距離が1キロ弱ありますんで、そこまで大きく体力的になんか辛いかなっていうところはないと思うんですけれども、ペースとかによると結構辛さはあったりするので、そういうところを考えたときに黒谷口から入った方がいいかなって言われる方は非常に多いです。はい、というわけで以上、秋吉道の入口紹介でございました。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。峯岸で待ってるよ。